岬良子は日本のフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ、空豆の愛称で多くのリスナーに親しまれた、岐阜県高山市出身。名和女子短期大学卒業後、熊本放送のアナウンサーを3年経てフリーに転身。1969年8月から1971年8月まで、フジテレビ系のグリコ、赤白パネルマッチにアシスタントとして出演。 1971年7月から1974年8月まで TBS ラジオの深夜番組パックインミュージックの水曜パック2部を担当1974年9月から1976年2月まで番組がリニューアルしたイスズカウヘッドライトコックピットのあなたへの月曜深夜を担当した後 1976年10月より1984年4月まで日本放送日曜23時スタートの全日空ミュージックスカイホリデーのパーソナリティとして7年半に渡り DJ を務めた。ラジオの仕事がメインであり、それ以外のメディアへの露出が少ないため、彼女の素顔を知らないリスナーが多い。彼女の親しみある口調は、 日曜日の夜の憩いの一時として多くのリスナーの支持を得て、ラジオ番組聴取率調査1位を記録したこともあった。全日空ミュージックスカイホリデー終了後、主婦業専念のため芸能関係の仕事から身を引いたが、2006年7月1日、塚越隆のおはよう有楽町の番組内のコーナー、発達人生 ON&OF に電話出演し、百八十四年四月に、 全日空ミュージックスカイホリデーが終了して以来実に22年3ヶ月ぶりに沈黙を破った。そして2006年12月17日に放送されたイルカのミュージックハーモニーにゲストとして出演しその時にミュージックスカイホリデーを一部分ながら復活させた。この公表を受けて2007年2月25日に一夜限りのテイクオフミュージックスカイホリデーを 日本放送で一回のみ完全復活放送を行った。ラジオ DJ を務めるのは実におよそ23年ぶりであった。リスナーからの要望に応えて2009年2月21日、ミュージックスカイホリデー2009として再び日本放送で復活放送を行った。その後、ショーアップナイタースペシャル滝良子のミュージックスカイホリデー2009を2009年6月9日。 6月12日、8月24日に、それぞれ日本放送で放送を行い、そして、2009年10月10日から2010年4月3日まで、滝良子のミュージックスカイホリデーとして、本格的にレギュラーが復活した。ただし、復帰当初は、顔写真は公開せず、代わりに使用していた空豆のイラストは、日本放送の増山さやかアナウンサーが、デザインしている。 2021年8月6日、東京オリンピック男子卓球3位決定戦をテレビで観戦中に突然倒れ、意識不明の重体となって11日間の闘病生活を送ったが8月17日に肺血栓側戦症にて死去。76歳を打つ。訃報は8月23日に日本放送から発表され、同日のオールナイト日本ミュージック10の番組内にて月曜。 パーソナリティを務める森山良子からリスナーに対して報告された。なお、海名は残された家族の思いが込められて、空芸量を豆大師と付けられた。ありがとうございます。